ビブレ。ビブレ。ビブレは、当初は日時により展開されたファッションビルで、2011年、平成23年3月1日にイオンリテールの運営となった後、2016年3月1日にオーパの運営となった。イオングループの他業態と比べて、若者向けの店舗構成を特徴とする。旧マイカルが展開していた業態の中では唯一、現存している業態である。 日位は、ビブレ展開の少し前の1979年、昭和54年4月には、都心部の不二木屋家店を店舗を集めた、第5事業部、後のビブレ事業本部を設置し、様々な試行錯誤の末に、現在のビブレ業態を作り上げ、こうして、1982年、昭和57年3月30日に、福岡支に一号店として、 天神ビブレ21を開店した。それ以前は、スーパー、日衣として営業していたが、競合店の存在、岩田屋や天神コアダエーなど、都心立地による客層のミスマッチが原因の売上低迷、日衣としての個性を発揮できなかったとといった、数々のマイナス要因を打開するめ、後にマイカルという社名の語源ともなった、ヤングマインドを旗印に大幅に改装。 若者に照準を絞った店舗とした。しかし、この業態転換は、地元の有力百貨店岩田屋の発言力が強い、場所で出店であったため百貨店などと同じブランドを集めたはずでも売れ筋商品があまり回されたなかったことなどが影響して失敗し、開業当初は狙った20代の顧客を集めることができず、業態転換初年度の売り上げは、日時代を大きく下回る結果に終わった。 そこで、当時人気が出始めていた DC ブランドを中心とした品揃えへと転換を図り、1982年、昭和57年11月に大幅な改装を行って、多くの DC ブランドのインショップが導入して、当初の狙いであったファッションにうるさい若者層を引きつけることに成功した。二号店として1983年、昭和58年4月に業態転換した。 河原町ビブレ21は店舗面積が狭いことから医療品主体という点では、天神と同じであったものの、インテリア用品やスポーツ用品などの売り場も設けず、事前のマーケティングで要望の強かった音楽関連に力を入れ、5階にレコード店を入れたほか、6階には最新の機器を備えた演劇や映画上映ができるホールとバンドが練習できるレンタルタジオ、 KBS 京都と連携したサテライトスタジオなどを備えたメディアステーションと呼ばれるフロアを設けるなど非物販にも力を入れた店舗構成で大学生の多い京都の街にふさわしい店舗を目指た。また、ビブレクラブという会員組織を作り近隣の飲食店や映画館、各種教室など様々な施設で割引特典を設けるなど店舗内にとどまらない仕掛けを施し、 河原町店は開業当初から軌道に乗せることに成功した。1984年、昭和59年11月16日には、初の新規出店でビブレ4店目となる、原宿ビブレ21を原宿、表参道に開業し、4階に、海員製スポーツクラブのエグザスト美容室、5階に、テラスレストランとレコーディングスタジオを入居させるなど、 店舗面積のうち約40%を非物販に当てるなど非物販も重視した店舗戦略を一段と推し進め、非物販部門の持つ集客力と物販部門が相乗効果を発揮する構成で売り上げを順調に伸ばすことに成功した。こうした店舗戦略を展開した結果、ファッションなどへの関心の高い若者層に向けた従来の総合スーパーの日位と全く異なる。 店舗形態として、顧客の若者や仕入れ先である、アパレルメーカーに任させることに成功し、ビブレは新業態として軌道に乗ることになった。戦術した3店舗のほか、三宮ビブレや横浜ビブレ、岡山ビブレといった第5事業部、後のビブレ事業本部に属していた店舗の業態転換による出店を行っただけでなく、高松店などそれ以外の店舗も業態転換して、 店舗数を増やし、2001年、平成13年1月末には、グループ全体で、北海道1店舗、東北パ店舗、関東6店舗、近畿12店舗、中、四国3店舗、九州2店舗の、計32店舗まで店舗網を拡大した。これらの店舗網の中には、1990年、平成2年9月に、百貨店連合とビブレ事業本部とが、 業務提携して1998年、平成10年2月にダックビブレに社名変更し、同社が運営する店舗は、百貨店協会に加盟したまま、ビブレと名乗ったものも含まれていた。また、小樽や桑名、茨城、赤市などマイカルが展開した、大型ショッピングセンターである、マイカルタウン内にも出店した。しかし、マイカル赤市内における、 赤シサティと赤シビブレのように双方に食品売り場が開設されるなど並存するサティとの違いが明確にならない面も生じることになった。また、新百合ヶ丘や橋本、厚木、北千里、北王子などのように主婦や家族連れが中心の店舗や百貨店業態のダックビブレなどにーズ最大を主力とするビブレの標準的な店舗形態から離れた店舗も増え、業態は 不明確化することになった。マイカルが経営再建に取り組む家中で、ビブレの店舗網も,も見直されることになり、2000年、平成12年10月22日に原宿表三道ビブレを閉店し、同年11月にその跡地を三菱商事へ売却したほか、マイカルタウン内の店舗については直営部分を減らして、外部テナントを大胆に導入するとともに、 主婦や家族連れが中心顧客となっている店舗については総合スーパーのサティエの転換が進められるとになった。しかし、ビブレのサティエの業態転換が進む前の2001年、平成13年9月14日に、マイカルが民事再生法を申請して事実上経営破綻したため、この業態転換の第一号店の橋本店のサティエ、業態店はマイカルの経営破綻後となった。 また、ダックビブレも東京地方裁判所に民事再生法の適用申請をして事実上破綻し、2002年、平成14年2月28日に、日本政策投資銀行や取引先の企業約10社などの出資で企業再建ファンドを設立し資本金を一旦100%減資後に、そこから出資を受ける形で再建を目指す方針を発表し、2002年、 平成14年5月に再生計画案が、再建者集会で可決されて裁判所から認可を受け、日本政策投資銀行や不動産会社で、青森店などの大屋である武田、青森市など15の地元企業、団体が11億7800万円を出資して、事業再生に乗り出した。それに伴って、桜や百貨店へ屋号を変更して、マイカルグループから独立した独立資本の、 百貨店として営業することになったため、同社の店舗はビブレではなくなることになった。こうした、マイカルの破綻と再建の過程で、サティエの転換や桜や百貨店の離脱、店舗閉鎖などで、ビブレ業態の店舗は減少することになった。イオンの支援で再建を果たしたマイカルは、イオングループのショッピングセンター内にビブレを出店するようになり、2006年、 平成18年9月23日には、経営再建後のビブレ新規出店1号店として、オンモール福岡、当時のダイヤモンドシティルクル内に、福岡東ビブレを開業。同年春から、私っぽく。という、新たなキーワードを導入している。2008年、平成20年10月には、イオンデイクタウンの、風、イオンモール運営内に、各店舗の一つとして、 コシガヤレイクタウンビブレをオープンした。2011年、平成23年3月1日、運営元のマイカルが、イオンリテールに吸収合併されたのに伴い、イオンリテールが運営するファッション専門店、フォーラスと事業を統合し、ビブレフォーラス事業本部を発足。これにより、イオンリテールのファッション専門店は、ビブレとフォーラスの2ブランド体制で展開され、今後は、 事業本部内に設置されたビブレ事業部にて展開される。マイカルが運営していたサティガマイカルとイオンディテールの合併でイオンと店舗ブランドを統一したことによりビブレは日イマイカル時代からの店舗ブランドで唯一残ったブランド名となった。2011年平成23年11月3日よりコシガヤレイクタウンビブレを改装し新業態ビブレ寺院を展開。 2013年、平成25年3月15日には、福岡東ビブレが、2015年、平成27年9月15日には、柏原ビブレが、同年10月17日には、畜紫のビブレがそれぞれビブレ寺院へとリニューアルしている。主に、イオンモール内に、テナントとして入居している店舗が転換されているが、2014年、平成26年以降は、 イオンモール内への新規出店による展開もされている。2014年、平成26年に入り、香川県の歌津ビブレと岡山県の岡山ビブレを順次閉店したことで、中国、四国地方から撤退した。また、2015年、平成27年には、旧マイカルタウン内にあった三重県の桑名ビブレと、大阪府の茨城ビブレの営業を終了している。 2016年、平成28年3月1日に、ビブレフォーラス事業部が同日にイオンモールの完全公会社化したオーパに統合された。ビブレジーン、ビブレジーンレイクタウンを除くと、ファッションビルとしてのビブレ内のビブレ直営売り場、イオンモールなどに単独出店している各ショップ、ミスターモストマブエスパエエリプスルッソなどは、引き続き、イオンリテールのビブレショップ事業部が運営している。 ビブレとは、生きるクラスという意味を持つフランス語の単語ビブレ。日本語の発音では、ビブルの方が近いを語源としている。ロゴマーク。2018年、平成28年4月現在、オーパが運営する、ファッションビルショッピングセンターとしてのビブレは、関東地方で3店舗、ビブレ寺院レイクタウンを含む、東海地方で1店舗、近畿地方で3店舗、九州地方で1店舗を展開する。 イオンリテールビブレショップ事業部が運営する、ライフスタイル提案ストア、モール内専門店としてのビブレ寺院は、関東地方で3店舗、ビブレ寺院レイクタウンを除く、東海地方で1店舗、近畿地方で1店舗、九州地方で2店舗を展開する。旧ダックビブレに関しては、桜や百貨店を参照。東京都、神奈川県、群馬県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県。 奈良県和歌山県、岡山県広島県、香川県徳島県、福岡県、マイカルの経営再検索の一環として幅広い、客層に対応できる品揃えによる収益改善を図るため食品売り場を併設していて、主婦や家族連れが中心となっているビブレを先に業態転換し、2011年、平成23年3月1日に、 先き前転のイオンへの店名変更に伴ってイオンとなった。神奈川県、大阪府、鳥取県、地方百貨店を日位、後のマイカル、現、イオンリテールの前身の一つが支援する形で誕生した百貨店連合がダックビブレに社名変更し、ビブレとして展開したもの。ビブレと称していたものの、日本百貨店協会に加盟する。 百貨店業態として営業していた。2001年、平成13年9月14日に、株式の76.4%を直接保有して、間接保有と合わせて83.4%を保有する親会社のマイカルが民事再生法適用を申請したことに伴い、ダックビブレも東京地方裁判所に民事再生法の適用申請をして、事実上破綻した。 2002年、平成14年2月28日に、日本政策投資銀行や取引先の企業約10社などの出資で企業再建ファンドを設立して、資本金を一旦100%減資後に、そこから出資を受ける形で再建を目指す方針を表し、2002年、平成14年5月に再生計画案が、再建者集会で可決されて裁判所から認可を受け、 日本政策投資銀行や不動産会社で、青森店などの親である武田、青森市など15の地元企業を、団体11億7800万円を出資して、事業再生に乗り出した。それに伴って、桜や百貨店エア号を変更して、マイカルグループから独立した独立資本の百貨店として営業することになった。北海道青森県、岩手県山形県宮城県、 福島県神奈川県、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。